ブリリアントバルーンの松山美幸と申します。中之島のロータリーの近くでバルーンショップをさせていただいております。ここに移転してきてからはもう3年目になります。もともとはどこで？もともとは吉田の大桑の、大桑とコーナーの近くで、はい、でこの3年前にこちらに移転してきました。もともとネイルサロンを、はい、経営していたんですけれども、お友達に、お誕生日の日に風船をプレゼントしていただきまして、で、すごい嬉しくてワクワクしたんですね。でそれがきっかけでバルーン屋さんになろうと思ったんです。ちっちゃなお子様から大人の方まで幅広い年齢層にご利用いただいております。今一番多く使われているのはお誕生日ですとか開店祝いとかですね。今年は成人式すごい量のご注文いただいたんですけれども、最近は花束型ですね、バルーンで作った花束型のものがよく使われております。なんかインスタ映えするみたいで、こういうふうに抱えて写真を撮るのがね、すごく人気があるようです。あとはこんな気球型のものですとか、わーかわいい、はい、そうですね。あとはこの風船の中にお花を入れた花束、そういうものがよく出ています。この使うお花ですとかそういうもので価格は変わります。だいたい1万円からっていうことですね、こちらのものは。でちっちゃなものは3千円ぐらいからお作りすることができます。これで1万円ぐらい、そうですね、1万円からもうここのお花で変わってくるんです、この使うお花で。こんな感じから選べるんですか？そうです、こう選んでいただくんですが、選んでいただくとこのお花のこの価格がこうなんていうんですか、オプションで金額が増えていくっていう感じですね。もうちょっとコロナでライブイベントは減りましたが、ホテルの方に行って出張ですね、出張で装飾をさせていただいたり、女の子のお店だと店内装飾をさせていただいたり、お誕生日ですね、はい、させていただいたりとか、玄関にアーチを作ったりとか、はい、もうさまざまなことをご予算言っていただいて、大体装飾っていうのは5万円ぐらいからそのぐらいは必要になってきますけれども。バルーンって大体どれぐらい持つんですか？こういう置き型のものとかでしたらおそらくもう何年、数年。あ、そうなんですか？はい、これ、はい、空気入れてるものとかでしたらかなり長く飾っていただきます。皆さん中之島のロータリーの近くにありますブリリアントバルーンです。お近くにお越しの際はぜひお気軽にお立ち寄りください。よろしくお願いします。
ろいろあるんですけど、バリバリやな。